斎藤鶴吉は、日本のチェロ奏者、音楽家、音楽活動家。NHK 交響楽団団とも、横浜室内楽協会代表、横浜音楽文化協会特別顧問。妻は、横浜市女役を務めた斎藤龍。東京に三兄弟の抜子として生まれる。長野県大町高等学校を卒業。救歳年長の時計で作曲家の筆名祭。 藤高順の影響でチェロをはじめ、堀内静夫、広田幸夫、吉田隆志久氏、小沢博氏に指示。1957年に、東京芸術大学音楽学部器楽科を卒業。運野吉浦とアカデミー言学始重相談を結成。絶大な人気を博し全国で、花々しい演奏活動を行う。1958年、東京芸術大学音楽学部。 音楽専攻下終了。旧姓、渡辺龍と結婚。横浜市磯国に居住を始める。NHK 公共楽団に入団。並行して、アルス弦楽四重相談、オルビス弦楽四重相談、古典音楽協会のチェリストとして活動。1978年、地元横浜に根ざした演奏活動を施行し、上村大一。 斉藤流と横浜室内楽協会を設立する。横浜室内楽シリーズ、横浜美術館における東西の風シリーズなど33回のコンサートに対し、1991年に第40回横浜文化賞を横浜室内楽協会として受賞した。プロデュースと演奏において、1980年頃から2000年頃にかけて横浜市磯国主催。 N 教メンバーによる磯子コンサート全20回 NHK 横浜放送局 NHK 横浜室内楽のプロデュースと演奏近郊都市や地域における N 教メンバーによるコンサートのために地域での活動を行った1988年横浜音楽文化協会を設立初代会長に山田和夫を迎える1989年 NHK 公共楽団を定年で退職。1993年、横浜音楽文化協会会長に就任。横浜ワーグナー祭、横浜マリンコンサートなど、継続事業の基礎を作る。昭和音楽大学、ナオミ学園大学及び、ナオミミュージックカレッジ専門学校の前身、ナ直美高等音楽学院、ナオミ音楽短期大学、東京コンセルバトアール、ナオミ。 ナオミ学園短期大学、専門学校東京コンセルバトアール、ナオミ、専門学校東京ミュージックメディアアーツナオミ講師を務めた。このほか、全日本高等学校吹奏楽大会員、横浜や東京国際ギターコンクール、日本ハープコンクールの審査員を務めた。イタリアの現楽器名校マリノカピキオニに、恩師の吉田きことぶきを介して、特注。 直接書簡を交わしながら、1960年に斎藤のためのチェロが制作された。ありがとうございます。